はい、津軽三味線トラタカでございます。はい、1月も過ぎまして、もう2月の1日でございます。いかがお過ごしでございましょうかと。この太宰府の地ではもうさすが梅の都と言われておりますけれども、このね、梅の花がもう、もう見頃というかですね、もう咲き誇ろうとしているわけでございますけども、このね、梅の花を見るとね、一つのこの人生を、こう、一人の人生をこう思い浮かべるような、そんな気がしてならないんでございます。って言いますのも、このね、春の訪れを感じさせるこの梅の花でございますが、外は2月、まだ寒いこの真冬でございます。この真冬のこの寒い中をですね、この寒い一日一日の寒さを乗り越えながら咲いていくこの梅の花は、まさに、人生そのものではないだろうかと思ったりすると、胸が熱くなるわけでございます。人間で言うならば、一つ一つの課題、一つ一つのね、もうことを乗り越えていきながら、自分自身という花を咲かしていく。それをすべて乗り越えた時に、大輪の花、幸せの花が咲くのではないかな、なんてことを思ったりするわけでございますね。すべて咲き誇る、ね、すべて乗り越えて咲くと、人は桜と名付けるのではないかなどなどとね、こんなことをね、思うのは私だけでございますでしょうか。で、そういうこうする間でございますけども、実はですね、今日なんでこんなね、梅の花を用いてね、こんなこと言うのだろうかと、不思議に思われる方もいらっしゃいますが、実は、でございます。先日、この1月の18日、早良区市民センター様で講演をさせていただいた時にお見えになってた若き青年がいまして、この青年がですね、私の講演で何か感じてくれたのでしょうか。で、私の自宅に手紙が来ましてですね、実は、この青年が言うのには、私の祖父がたまたま虎鷹さんの名刺を持っていましたので、住所が分かりましたと。できれば私にもその名刺をくださいって っていうね、内容がございまして、まあもうね、僕の名刺だったらそれは何百枚でもって言える、そんなにいらねえよっていう話でございますな。そういう感じでね、ありまして、ほんでこの青年がね、いろいろなこの、自分のこととかいろんなこと、この手紙の対応に関しては、内容はもちろんもや、あの申し上げられませんけれども、ただ一つ、この思ったのが、この青年がこうやって手紙を書いてくれたんですけども、どんな思いでね、この手紙をね、書いたのだろうかと思うわけでございます。勇気を出してね、こうやって手紙くれたんだなと思うと、嬉しいのと、なんかこう胸が熱くなって、こう涙がボロボロ、泣きながら僕手紙読んだんですけども、これが世に言う虎の目にも涙でございました。鬼じゃないよ ね、そんな感じでございますけど、で、そんな中で、感じて、ほんで、ご質問等に関してはね、手紙ねをね、返してね、手紙を書いて、お答えするのはたやすきことなれと、でもこの思いに応えたいという思いになりまして、一度ね、お会いして、お会いしてからこの質問等にはね、すべてお答えしますと、書かせていただきました。っていうのも、僕字が下手なんで伝わらないんですよ。 あと、学校にもね、そんなに中卒でございますから、言葉がね、僕知ってるようで知らないので、これじゃ伝わらないだろうと思っておりまして、それで、会おうという、会ってお話をということでさせていただきました。嬉しいもんでございます。
まあ、各ね、人権講演の中でね、Facebook とか Twitter とか SNS 等とかね、駆使してね、こういった問題はどういうふうに、したらいいですかとかね、この講演で、見に来ましたものですけど、と感動しました、から始まって、実はね、とかって言いながら、そういったね、いろんなことを、お聞きして、は、いまして、ほんで僕もね、こういうふうにされた方がいいんじゃないですかとか、そういったことをね、言うと、じゃあ、やってみます、とかって言いながらね、そういった、こともなぜかしら、はい、あるもんでございますから、はい、これね、もう本当ありがたいもんでございますけども、だからなんで僕がここまで人権講演にこだわる、よく言われるんですけど、虎高さん、なんでそんなに人権講演をね、こだわるんですかって言われるんですけど、はい、この僕も差別や偏見、いじめなどなどを受けてきたこの身だからですね、人事とはどうしても思えないんですよ。はい。はい。ただ僕が、良かったのは、なんて言いましょうか、僕のことを理解してくれる人たちがいた。うん。で、その理解をしてくれた人たちが僕も励ましてくれて、で、そういったそうやってこう関わっていく中で、今の人権講演をさせていただいている流れになっているものでございますから、はい。もともと僕、大きな事務所にね、入ってるわけでもないし、ね、個人ですよ。ね。もう、はい、個人です。個人なんですけども、まあでも、それでもね、こういった形でやらせていただけるっていうのは本当にありがたいなと思っておりまして。はい。だからそういった津軽の文化、一曲一曲の民謡を、僕も歴史を調べ、民謡のいきさつ、ストーリーを調べ、その中で自分の体験を織り込んでいって、その中で皆様に何かを感じてもらって、そして差別や偏見、いじめなどをね、その地域からね、なくす努力をしていただくためにもという、この思いがあるもんでございますから、人事とは思えないんですよね。はい。で、地域っていうのは、まあもう皆様、こういうことを言うとね、あいつ、偉そうにって思うかもしれませんけども、地域っていうのはね、別にお偉い政治家が作るわけでもなければ、警察が守るもんでもないんですよ。なぜかというと、その地域にこの住んでる方々が、作っていくものだと私は思っておりまして、はい。はいはい。だから、その地域を明るい地域、それから温かみのある地域はどうしてなるかっていうと、ここで大事なのが公民館さんでございます。各公民館さんっていうのね。その公民館さんがいろんなことを考えながらね、地域のお祭り一つになってそうですよ。ね。コロナが明けて、コロナが明けたわけじゃない。ね、コロナはあるんですよ。ね、コロナはあるんですけれども、まあ、コロナが5類に触ったっていう形でね、ございますけども、どちらかというと今コロナよりもインフルエンザが流行っておりますので、皆様ね、くれぐれもご注意くださいませよ、つって。そういったこともあって、その地域の皆様が、やっぱりこの、ね、やっぱ、その地域の人たちが、この自分の地域を守っていくという、ことが一番、ね、大事なことであり、その中で子供のね、お子様の命を守ったりとか、そういったことをね、やってやれる各地域の方々がいらっしゃるわけでございます。はい。なので、この地域の方々がね、もう一度この奮闘をしてね、地域をもう一度、もうちょっと温かいというね、思いでなっていただければ、少なくても、なんて言うんですか、いろんな問題は避けれるのではないかなと思うんですよね。はい。そういった思いで僕ね、やらせていただいておりますので、はい。だから、人事とは思えないもんでございますんで、はい。その中でやらせていただいておりますでございます。はい。なので、そういったこともね、ご報告をしながらね、皆様にこう、何かを感じていただければなと思ってる次第でございます。いや、もともとこの津軽三味線虎高っていうのは、この、僕と、あるのはこのね、この身と、この三味線と、しかなかったわけで、はい。昔はもうね、路上ライブで、まあもう本当路上ライブでやってきましたけども、
路上ライブでこうね、さまざまなところでやらせていただいてる中で、いろんな人とこう接して、ほんでいろんな方々が僕のことを宣伝してくれて、ほんで今に至ってるわけでございますから、はい。あるのはこの三味線と僕のこのね、命と、そして僕の体験と、それと僕の持ってる知識をね、全部ね、駆使しながらですね、人権講演をやらせていただいております。2月の4日、日曜日、これがね、この4日の日曜日がですね、私の最大の難関でございまして、難関からポンカンで、ポンカンから悪関という状況でございまして、何を言ってるか分かんない。分かんないやつはいいんだよ。分かるやつには分かるんだよ。うるさいよっつってね。なんでございますけども。2月4日、はい、北九州に、はい、行きまして、三味線と私の体験を思う存分、語ってみようかなと思っております。北九州2公演、朝10時半からと、13時30分からと2公演。お願い、雨降らないで。もう天候をまず味方につけなければならないわ、各イベントっていうのはね。でもね、こういったイベントっていうのはね、表舞台がね、出る我々がね、いるからね、行われるかっていうと、決してそうじゃない。ね。そういった、その役員さんとかね、まあ、このね、コロナもあり、このインフルエンザもある中で報告連絡、そしてね、こういうにね、三味線弾きが来るからね、ぜ三味線聞きに来ないとかね、そういったことを言いながらね、宣伝していただいてる、そういった方々がいるからね、各イベントっていうのがね、成功するんですよ。はい。だから、そういったね、人たちがいるっていうことを踏まえた上でですね、2月4日、はい、真剣に、はい、何かを感じていただけるために祈りながら、願いながら、はい、講演をさせていただこうと思っておりますでございます。はい、そんな感じでございます。はい。で、また人権公園、各公民館さんからね、また言われまして、また報告をね、させていただきますけれども、はい、まずは2月4日、でございます。はい、頑張ります。頑張りますっていうか、はい、精進させていただきます。はい、ということで、まあね、さまざま皆さん、あるかと思いますが、笑顔で、ね、1に笑顔、2に笑顔、3、4がなくて、5に勇気でございます。何言ってんだこいつって思われてる方は、いいの、分かってくれる人は分かってくれるんだから。2月1日でございます。さあ、このね、2月の月、皆様が、このね、笑顔をほころぶ、この2月になっていただきたいと思ってる次第で、ここで喜びの歌を。喜びの歌、第九でございます。第九。第九って言っても、第九の棟梁じゃないよ。違う。早く演奏しろみたいな。いいの。今日はのんびりやりたいの。早く演奏しろよってうるさいよ。分かってるよ。演奏するときはするし、しないときはしないんだから、ということか、いや、ね、やらせていただきます。それじゃあ、やらせていただきます。三味線で第九。間違えたらごめん。